はい、えー。南インドの日本語教師の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは、えー、ブラッシュアップコースの、えー、プロジェクトベーストラングエイジーラーニングの、えー、コースの最初のビデオです。はい、まず最初にこのビデオにあ、このコースについて説明します。このコースは12月4日、えー、つまり来週の今日からですけど、えー、来年の2月12日まで毎週1回、全部で10回あります。えー、内容はこのプロジェクトベーストラングエイジーラーニングですね。 じゃあ、どんなプロジェクトをやるかというと、日本とインドのオンライン交流イベントを実施するプロジェクトです。やり方は反転事業形式と言います。つまり、今皆さんが見ているこのビデオを見て、まずビデオを見て、その後ズームに参加するという方法ですね。あと、個人面談。一人一人と私が面談する。そういうことも予定しています。プロジェクトベーストラングエージランニングっていうのは、プロジェクトを通して 日本語を使います。まあ、ここにいろいろなことが書いていますが、その、えー、例えば計画を作るとか、誰が担当するかを決める、それからゲストに招待状を送る。これを全部日本語でやるわけですね。で、教育学の中では、経験学習と言われている、えー、教育方法の一つです。で、この経験学習というのは、インドのこの NEP2020 の中に、 はっきり書いてあります。4-21の,のところですね。こういうふうに、thus the teaching of languages will also be based on experiential learning pedagogy. というふうに書いてありますね。はい。で、この experiential learning pedagogy、つまり経験学習という教育学ですけど、これで有名なのはジョン・デューイという人が多分一番有名だと思います。本の名前としては experience and education という本ですね。 それから、まあ最近といってももう30年以上前ですけど、このコルブという人の本もとても有名です。はい。で、こういう経験学習は今までの、例えばみんなの日本語とか、そういう文系シラバスとはとても違います。ですから、文系シラバスに慣れている先生はちょっと心配になるかもしれません。だけど、こういう文系練習というのは、いろんな考え方のうちの一つに過ぎません。 ですから、このコースでは、この、え経験学習の一つのプロジェクトベーストラングエージラーニングをぜひ体験してみてください。え今回は、え Google Classroom という学習管理システムを使います。Learning Management System ですね。はい。で、これ最初に Google Classroom と Google で、まず検索してもらうと、こういうふうに出ますから、一番上の、この、え classroom.google.com ですね。これを開きます。 で、皆さんの場合、最初に使うときは何もないと思いますから、えー、何もなくてもいいです。この右上のプラスを押します。そうすると、ジョインクラスか、えー、クリエイトクラスというふうに出てきます。もう私がクリエイトクラスを押しましたから、皆さんは、ジョインクラス。これを押してください。クリック。で、そうすると、クラスコードを入れてくださいと言われますね。はい。このクラスコードは後で、このビデオと一緒にメールで送りますから、そのクラスコードをここに入れてください。 はい。で、えっ、ー、と、Google Classroom に入ったら、えー、ブックマークですね。えー、ブラウザでブックマークするのを忘れないでください。はい。えー、で、最初に、あの、自己紹介の、えー、タスク、課題があります。えー、これは、日本語で名前を書く。えー、まあ、要するに自己紹介ですから、日本語で名前を書くのと、えー、140文字以内で自己紹介を書く。それから、自分の写真をペーストする。こんな感じでお願いしますね。 あの、自分の写真が恥ずかしい人はこういうふうにあの顔が隠れていても構いません。はい。えそれからこのコースでは毎週1回個人面談をやります。えカレンドリーというアプリで予約をしてください。このリンクも後で送ります。はい、えカレンドリーのリンクを開くとこういうふうにカレンダーが開きますから、その中で自分の好きな時間、自分の好きな日と好きな時間を選んでください。必ず毎週1回予約をしてください。 はい、えー。それでは、このビデオの中に知らない日本語はありましたか、えー、もし知らない日本語があったら、クイズレット、暗記、メモライズ、それから、えー、Google スプレッドシート、色、何でもいいですから、何でもいいので、そこにメモをしておいてください。はい。それでは今日のビデオはここまでです。失礼します。